きなこっこチャンネル。はい、皆さんこんにちは、きなこっこです。今日紹介するのは私の1週間コーデを紹介したいと思います。1週間コーデっていうか、最近私がよく着てる服の紹介ですね買った服のブランド名とか値段とかも出していこうかなと思ってるんですけど、私が着ている服ほぼ1個のブランドに限られてるんですけど、なんでそのブランドが多いかっていうのは、まあなんていうか、察してくださいはい、じゃあ早速1週間コーデスタート。はい、まずは月曜日ですね。月曜日はコーデュロイのワンピースにモコモコの帽子を合わせています。これスウィットが入ってるので、中にパンツとかスカートとか履いてもめっちゃ可愛いです。でこの帽子がね、めっちゃ可愛いの、モコモコでね、しかもすっごいあったかいので、秋冬とかにすごい活躍しますね。後ろはこんな感じです。結構下に向けて広がるタイプのワンピースなので、体型カバーとかもすごいしやすいですね。次は火曜日ですね。火曜日はベージュと白でワントーンコーデっぽい感じで仕上げてみました。こんなちょっとカチッとした感じの靴とかとの相性がめっちゃいいと思いますバランス感覚ないけど、ここ可愛いポイント、このボリューム袖がめっちゃ可愛いの。私背がちっちゃいので、上の方にボリュームを持ってくるように結構意識してます。あ、これ動きやすさをちょっと表現してます。動きやすいよっていうのを伝えたかった。次水曜日ですね。水曜日はちょっと大きめのベストを合わせて、ざっくりカジュアルな感じでまとめてみました。しかもこのベスト、ペーパーライクっていうちょっと紙っぽい感じの素材なので、秋冬だけじゃなくて春とかにも着れちゃうんですよね。めっちゃ使いやすくて可愛いです。しかもこれ後ろがリボンになってるので、それがまためちゃくちゃ可愛いんですよね。ただのベストじゃなくて抜け感が出るというか、普通のベストとすごい差がつけられるポイントだと思います。はい、続いて木曜日ですね。木曜日はピンクのワンピースで、ちょっと女の子っぽくというか、もう女の子ではないな、女性らしい感じでまとめてみました。このワンピース素材が綿 100% なので、めちゃくちゃ肌触りがいいんですよ。で通気性とかも全然いいので、これ結構年中着られるタイプのワンピースだと思います。女性らしいコーディネートなので、こんなバレーシューズみたいなシューズともすごい相性がいいですね。ちなみにこのイヤリングはセカンドストリートで300円くらいで買ったんですけど、めっちゃ安いけどめっちゃ可愛いの、レースがいっぱい使われててすごいお気に入りです。はい、どんどん行きます。次は金曜日ですね。金曜日も白とベージュでナチュラル系で合わせてみました。サロペットって本当何にでも合わせやすいから、めっちゃ使いやすいんですよね。めっちゃ買ってしまう。ちょっと編集するの遅くなっちゃって、季節感これ寒いんですけど、これ襟のところがレースっぽくなっててすごい可愛いんですよ。ただの普通のレースじゃなくて、大人でも着やすいレースというか、ちょっと落ち着いた感じのレースなので、それもまたすごいお気に入りポイントですねでサロペットってリュックとの相性めっちゃいいんですよね。これレザーのリュックなんですけど、これとの相性がすっごいよくって、これでよくお出かけしたりとかしてます、お休みの日とか。はい、続きまして土曜日ですね。土曜日ちょっとウィッグを今ハマってるので、ウィッグかぶってみました。いかがでしょうかちょっと20のね、ミーヒちゃんみたいになりたくてね、ちょっとミーヒちゃん意識でちょっと髪の毛長めなウィッグ買ってみました私これワンピースに300円均一で買った付け襟つけてるんですけど、もちろん取り外すことできるので、ちょっと襟が可愛すぎるんじゃないって感じの時は外してカジュアルに着ることも可能です。でもこれね、真ん中のところがこうゴムになってて、こう調整ができるので、ちょっとメリハリつけたい時とかはこう絞って着てもすごい可愛いです。でも私はブカブカが好きだから、だいたい伸ばして着ます。この服はね、トートバッグとの相性がすごいいいなって個人的に思ってます。これミッフィーちゃんのトートバッグなんですけど、ネットで1000円ぐらいで買いました。めっちゃ可愛いの、迷路みたいになってて、子供たちよくこれで迷路して遊んでますね。はい、最後日曜日ですね。日曜日はよく子供たちと外で遊ぶので、動きやすさ重視でサロペットでコーディネート組んでみました。これデニム素材なんですけど、結構このブランドのデニムがすごい柔らかいので、女性でもすごい履きやすいというか、すごい動きやすいデニムのサロペットになってます。これ着てるとね、よくね、クマさんみたいだねって言われる、なんかシルエットが近くで見るとこんな感じですね。ちょっと紐がアシメントリーになってるので、すごいそこでアクセントがつくというか、単調にならずに着れるので、他の人と差がつけられるポイントかなと思います。イエイイエイイエイ。はい、いかがでしたか。
かがでしたでしょうか。きなここの1週間コーデ、最近はこんな感じで着回したりとかしています。もう秋だからね、秋服超可愛いよね。もう秋服めちゃめちゃ大好きなので、まあ、冬コーデとか春とか夏とかもなんか継続してシリーズ化できたらいいなと思ってます。この動画が面白かったよとか参考になったよって思ってくださった方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。